の音言わへん。よしよしよしよっほー。おー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 。まずこの子一番最初にカゴに入れました。プリクラ撮ってんけどさ、ペンプリを。そしたらヨッシーの目がヨッシーの鼻で隠れちゃって、自分で身を滅ぼしてた感じするよね。次、コーセーのメイクキープスプレーをいつ持ってなくて、でずっと気になってたの。ピンクで可愛い。あ、めっちゃミストが細かい感じ。あ、めっちゃいい匂い。ほんで5、6プッシュもすんの。顔びちょびちょならへんの。え、めっちゃ楽しい。でも今手にやったんやけどさ、すぐ触ってもベタベタじゃなくてサラサラ。やっぱ売れ出しのことあんのかな。今年のベスコスに入ってるか入ってないかは2ヶ月後のフミの水を知るって感じやな。黙れこそ。めっちゃ楽しみ。じゃあ次行きます。じゃあラビッピーピーの前髪グリップ、うちさ持ってなかったんよずっと。でキャラクターも何がいいかな何がいいかなってめっちゃ可愛いのいっぱい出てるやん、サンリオとかさ。でもこのミッフィー一目惚れした。ただ危惧してんのは、このオレンジの台紙取ったらギリうちでも作れる見た目してないかみたいな。爆買いのくせに大ビビりして、あ、これマジで買ってよかった。ふわふわ。ふわふわだよー。よし、髪がいきます。あ、虫や。よー。はい。ミッフィーかわいい。ラララララララ。うわ、これめっちゃ大事にしたいかも。なんかこの、うわ、なんか今めっちゃ母乳出そう。母性が出る。このちましした耳、お耳とふわふわのフォルムと、おい。死んだ。ない、別にサイコキャラアピールとかじゃないんやけど、普通に。このさ、ミッフィーの何が好きってさ、この何考えてるか分からん顔がいいのよね。うちそのポケモンとかでさ、ヤドンとかさ、コダックとかさ、一見何考えてるか分からん顔めっちゃ好きやねんか。このヨッシーもそうなんやけど、口がめっちゃ笑ってるでもなく、なんか目がめっちゃ笑ってるとかでもなく、なんかもう、この絶妙な顔の歪み、これが好き。なんか左右対称すぎても、うちあんまり何様やって感じやけど、惹かれへんねんけど、このぬいぐるみならではのちょっと非対称な感じだから、このヨッシーで言うとさ、こっちの目がちょっと見えてないの、それがいいんですよ。これこ次からね。けど、あ、でもさ、こっち用な、え、こっちにつけたいんやけど、こっちあんま見えへん。こっちがいいよ。そっか、忘れてた、その方向を。やっぱこの台紙についてるミッフィーちゃん可愛い。飾っときたいぐらい可愛いよね。と、なんかわかる、これ部分用のアイラッシュカーラーなんだけど、一時めっちゃ SNS でバズってたやんか。やりやすいかこれ。お、え、なんかもう、チェーン外れたチャリの時ぐらいめっちゃ軽やかなこの動きやけど、大丈夫？いて。むず、あ、むずいわこれ。練習あるのみって感じ。出ないと、こっちの街でこっちに行ってほしいのに、こっちに行っちゃったもん、今。練習します、これは。私はね、今ちょっとジェルネイルをね、あの、わけやってちょっとお休みしているので、こちら、付け爪を買いました。で、付け爪大好きで、いろいろ買ってみたり、試したりしてないけど、結局やっぱり使いやすいのは、自分の爪より長いのより短いやつの方が取れにくいし、何回も使い回せる。シールじゃなくて、ノリで、付け爪デビューしようかなと思ってる人に一個注意なんやけど、うちもこれそうやったんやけど、
スケ爪グルーの種類によってはアルコールスプレーしてこうやってやったらポロってアルコールに反応してめちゃくちゃ簡単に取れちゃうことがあるから、そういうノリの人はアルコール一回家でやって大丈夫かどうか試してみてほしい。うちさ成人式の時にさ、それ知らんくってスケ爪を長いのつけてたんやけど、アルコールをしたらもうポロポロポロって取れてウェーってなって、スケ爪のシールを取りに帰ったくらいなんで、ちょっと大事な日は特に気をつけてほしいなと思います。次、じゃん、メニキュットのなんか太ももまでくるみたいなやつですね。ブラマラススパッツを普通になんか案件とかじゃなく個人的に愛用してるんですけど、もうそれが高校の時から愛用してるので、まあ変な話ね、男性の方はちょっとなんかあーってしといてください。あのさ、こう履いてるとさ、お股のところとかさ、まあ太ももとかさ、まあ普通のことですよ、破けてきませんか、お股のところとかさ、まあ、太ももとかさ、まあ普通のことですよ、破けてきませんか。うちさ、なんかもうそこだけなんか穴開いたりとか薄くなったり、なんか太ももの付け根もなんかちょっと太った時に無理やり履いたらビチビチっつってあの屈強な着圧をするグラマラスパッツを避けたんよ。でも避けてもなお使ってたの。ただまあもうこの機会に新調しようかなと思ってドンキでグラマラスパッツ誰って見たら4000何本になってて、そんな高かったっけと思って、今回1万円で収めようと思ってたから、待って待って予算オーバーと思って、なんでほんならこれ買うねんって話だけどな。よし悪くない、よし悪くないけど、で他に安いのないかなってドンキで着圧の探したんやけど、グラマラスパッツ着圧めっちゃ強くて寝てる間につけるのはいいけど、あれつけて日常生活を送ろうと思うとトイレ行くときめっちゃめんどくさいんよ。上げ下げが着圧すごいからさ、汗かくのよトイレ行くだけで。うちだけ？あ、そう。これは靴下式みたいな感じやから、まあ、簡単に言えば、まあ、トイレも楽やし、でうちはまあ、YouTube あるあるだと思うけど、こうバーって編集してると気づいたら12時間とか15時間編集してるんですよ。もう足がね5倍ぐらいの折り下げになってるんですよね増加不明の足かみたいなことになってるので、なんでちょっとこれは日常使いとしてトータル、あれよ、もうこのドンキで買ったこの 1,2,3,4,5,6,7 点でもう 9,000 なんだってギリ1万いかなかったんですけど、そっかそっかそっか、なるほど、爆買いって難しいっていうか、でふとダイソーでもあるんちゃう、ちょごめんなさい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 、もちろんですよ、思わへん、うちだけ、思う人、で、まあちょっとお金を大事に使いたいし、お買い物上手になりたいなということで、で、これがちょっとドンキ以外のお店で購入した商品も紹介していきます。まずですね、付け爪なんですけども、その予備のシールをダイソーで買いました。これ、いいですよ。アベールでやったよ。アベールって京都だけじゃないよね。知ってる？で、そこで、私は衝撃のことを知るんですね。この子がね、800円やったんですよ、ドンキで。600円で売られてました。おい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 と思って、おい激安の電動さんよ。アビールがいるぞ。でその次島村も言ったよ。で島村も600円で売られてますよ。おいおいおいって、別にこの今回の動画はドンキさんを否定したいわけじゃないんやけど、マジでと思って、あ、そっか、ドン上には上がいるんやというか、安いのに中にも安いのあるんやって、まあ、嬉しかったので、アベールさんでちょっと運命の出会いをしましたね。じゃん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 じゃーん、わけのわからん生物がまた出てきました。これはね、クシブラシですね。で、これはミッフィーのキャラクターじゃなくて、ミッフィーのキャラクター、あ、ミッフィーのキャラクターね。爪が割れましたね。栄養不足でしょうか。あ、さっきちょっと摂取しちゃったからかな。死んだ死んだ死んだミッフィーのブラシはなかったんやけど、このミッフィーに似てるブラシがいたんですよ。で、この子ね、何考えてるかわからん顔でしょ。見てください、この目。怖っ。怖っ。
感じで、なんか小赤はでも可愛い、別に何も言ってないんよこの子、何もあれないよ、可愛いなと思って、でなんかこの子と友達になれそうかなと思って、でこれさ1518円って書いてあるの、多分定価はそうなんやと思う、ただアビールさんでここの値札に890円って書いてあって、ブラシも最近ちょっと迷ってたからさ、これちょうどいいやと思って、ショッピングさんの爆買い企画させていただいたじゃないですか。で、ファンファンコスメっていうイベントが開催されるっていうのも言ったんですけど、私もうほんまにプライベートでそれに行ってちょっと買ってきたものがあるんで、ちょっと紹介しようと思います。これガチで案件じゃないんやけど、ラロッシュポゼです、リピ買いです、これマジで大好き。で、同じ値段で2本ついてるらしくて、しかもそれになんかいっぱいくれた、上品とかなんか日焼け止めとかいっぱいくれた。うわ、背の字みたいで可愛い。ちょっともう使ってて現物が見当たらないんですけど、箱だけやったんで、このプユスオってさ結構もう有名やと思うんやけど、あのアホ毛をまとめるやつじゃん、これはあのドンキもありましたけど、ヘアアクセルレーター、これね、あの騙されたと思って、前髪切りすぎた女の子に使ってほしい、ガッて早く髪伸びるから、なんかあれちゃん偶然気のせいちゃん、もうお母ちゃんに言われた、なんかあんた急に髪の毛伸びてないか、気持ち悪い気持ち悪いまでが言われて、それぐらいあのびっくりされたぐらい、うちも自分でもなんか今月めっちゃ髪伸びる、なんでやこれ毎日使ってたと思って、めっちゃいいよ。あ、まだダイソーでつけまつげのノリを買ってました。携帯の保護シールですね、アリエクっていうサイトで、中国のサイトでカラコンを2種類買ってみました。これはあのまたメイク動画で使おうかなと思うので、ぜひお楽しみに。続きまして、アマゾンとか楽天で頼んだやつ、こちらみんなもう経験者でしょうか、なんか経験者大変でしたが、メロリート、めっちゃバズってたくない、これなんか痩せるみたいな、まあ、正確に言うとむくみが取れるらしいのよ。で気になったんで買ってみました。これこのシェーディング知ってる、みんなこれ気に入ってます。あ、もうね2個買ったんですよ。で1個も使ってて、あ、めっちゃいいと思って、結構、ね、ずっと使ってます。最近またお気に入りなんで紹介します。そしてですね、皆さん気になっていた出し味があるんです。まあもうこれを買ってる、これは、日焼け止め効果も入ってるから、なんか日常の優しい日焼け止めとしてくらいの感じで使おうかなと思ってて、ベスクその電動入りこちらで、それとは別でも試したいなと思ってた下地が1個あって、前置きがなくなりましたが、皆さんご存知でしょうか、もう使ってる方もいらっしゃるから申し訳ありません。出ました、王者クレドポーボーテボワールコレクチュール N、 聞きました、クレドポーボーテです、クレドポーボーテじゃないの、クレドポーボーテ、息でさ崩れなくてさ、それって3匹の小豚の狼みたいな、吹いて家壊していけないの、やばやばい、めっちゃどんなもん、新時代ぐらいで全開行くって聞いた、あ、出た、すげえ、ちょもったいな、え、お、あ、なんかサラサラかも、あ、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂いする、香水みたいな匂いする、え、めっちゃサラサラ、ちょ後でうちさ顔に塗る、嬉しい、バリ嬉しい、ちょっとこの辺ネタバレ全部これで終わりなんですよ。ちょっとさブラシとかさ開けたいしさ、開けるわ、よし、3分クッキングみたいなことすんねんけど、今から開けたものはこちらになるんですね。はい、こんな感じでね、繰り出し式なんよ、シェーディングを。うちは例えばうちやったらこの細めのブラシにシェーディングを取って、こんな感じだよ、こんな感じ、薄くつけると、ファンデーションした後パウダーする前に鼻筋とかに押し込んであげて、ちょんちょんと言って、ほんなら、うち個人的には粉でやるシェーディングよりもめっちゃ自然にめっちゃ鼻が高く見える気がした。だから2個買って正解やなって思った。顎下にも一瞬で使えるし、ノーズシャドウにもめっちゃいいし、これすごい大好き。このさ、これちょっと母性湧くねんけど、これめっちゃなんか普通に被ってるよりもなんか可愛いかも、なんかこう抱っこ紐みたいな、
感じ。ちょっとうち危ない方向行ってる。大丈夫？大丈夫かな？可愛い。最初さ、ムーミンダイのさ、あの種類のなんかかなと、ニョロニョロかなと思ったら、ミッフィーの中の友達だよね。誰？あ、お化けブラシって書いてある。そのまんまなんや、君。あ、これうちが怖いって言ったのもあんなが気間違いではないと思ったな。え、めっちゃ可愛いよ。可愛い。え、可愛いこれ。あ、めっちゃ可愛い。かわいい。かわいい。あ、これなんかさ、むくみとか取れそうじゃない？ここ、こうやってやったら。いいんじゃない？あ、いいやん。なんか仲間たちって感じ。これめっちゃかわいい。好き。お気に入り。これもかわいい。前もかわいいよ、ちゃんと。問題がさ、君だよね。グラマラ先輩の後を継ぐ意思はあるのかなっていう感じでしょ、うちからしたら。グラマラスパッツめっちゃ良かったんやけど、これ足の指だとするやん。もうさ、着圧すごすぎてさ、ギューになってさ、足の指がもう、もうこんなんですよ、足の指が。もう、なんかもう、うにーなんて、なんかもう、小指も親指もが、なんかもう、わかるっちゅう、うちのやつやこと。で、このまま寝てさ、7、8時間経ったらさ、痛いよ、足の指が。つか、足の指の痛さで起きることなんかなったんで、まあ、マジでストレスと思って、調べたら、割と、先切ってる人多いんで、わかる？このつま先まであんねんけど、グラマラスパッツって。そこのつま先を切って、足の指だけ出して、だから、なんていうの、タイツみたいにして履いてる人もいるらしくて、で、その切ったからって言って、なんか効果が減りましたっていう人もおらんかったらしくて、その手があったか、と思って、うちも足の指さえ痛くなけりゃと思ってたから、切ったんよ。ほんなら、めっちゃ快適。めっちゃ快適。だから、着圧サイズで足の先痛いよ。でもむくみが取りたいよ。でも痛いよ。我慢せんでええし、可愛くもなれるし、全部ええとこですわ。そうやって生きていきましょうや。この厳しい現代社会を。そうそう、だから君はどうなんだいっていうことでしたね。ごめんなさい。なんか、ものすごい間がいたけども。なんか、すごい、サッカー選手みたいな感じ。あ、長いね、割と。あ、でもなんか、あ、え？待って。グラマラスパッチよりかは全然着圧感じしんねんけど、もっと着圧してほしいんやけどな。なんかめっちゃ緩い、この辺とか。グラマラスパッツ、うちの避けてるの持ってくれ。履かへんし、すかさへんの。見せへんよ、そんなとこは。見せるわけない。赤バンされるので。あれなんですけど、ちょっとうちの使い古したうちの子持ってきますね。うちさ、グラマラスパッツって言ってたけど、ベルメスやったような気がする。で、なんでわからんかっていうと、タグも擦り切れちゃって、取れたんです。グラマラちゃん、もうこんな感じで避けてるんですよ、ここが。ね。でも、まだ、現役で頑張ってくれてます、グラマラスちゃん。どんなやろんな、メディケット。クレドポーボーって、使ってみたくない？あ、結構白目？大丈夫？あ、ちょっと、ポーズごめんなさい。中指ごめんなさい。あ、でも、スッと馴染んでくれるね。今ちょっとさ、クッションファンデの上からやってるから、あんまり、わからへんけど、マジ楽しみ、これ使うの。へぇー、そんなでよくわかんない。これ好き。なんか何の役割も果たしてない前髪クリップやけど。購入品紹介動画見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。このミッフィーちゃんと、これすごくお気に入りです。で、コスメ関係はまたちょっとね、使って様子見たいなと思います。下地と、これとね。あとカラコンも。マジかわいい。それでは皆さんまたお会いしましょう。あ、いいね、これマイクみたいで。お会いしましょう。バイバーイ。あ、ちょっとなんかおすすめの着圧とか痩せるやつあったら教えてください。お願いします。